めご挨拶です。本日進行の3人を中心に頑張ってまいります。続いて向かい側グリーンステージのメンバー、右側はい拍手でご挨拶してくれましたバンドイルカストラスです。そして左側はい押し込んどのうららです。うららもよいしょとはい拍手でご挨拶スラッチカボスストラスうららスラッチを中心にこの4頭で頑張ってまいります。皆様どうぞ最後まで応援よろしくお願いいたします。それではメンバーたち、ショーを始めます前にちょっとした準備運動を披露していきます。はい、くるくると回ってイルカ流のダンスを披露してくれました。イルカたち、私たちと同じ哺乳動物の仲間なんですが、海の生活に適応して、はい、とっても泳ぐのが上手ですね。はい、地上の動物とは違う点もたくさんございます。まずはご覧のように体には毛が一本も生えていません。しかしこれで体を温めているんですね。続いては、はい、可愛らしく胸びれをひらひらと動かして胸びれの準備運動です。この胸びれ、彼らの先祖が地上で暮らしていた頃の前足に当たる部分なんですね。ひれの中には私たちと同じ5本の指の骨が入っているので、とっても器用に動かすことができるんです。水の中では舵を切ったりブレーキをかけたりといった役割をしていますさあ、そしてもう一つ背中側には背びれという紐もついています。はい、ここは自慢の本手の準備運動。この尾びれは後ろ足だった部分ではないんですね。尻尾の先端がこのようなヒレの形に進化したんです。なのでヒレの中、実は骨は一本も入っておりません。実はこの自慢の尾びれで高いジャンプを披露してくれます。さあ、バンドイルカたち、はい、全体的にアリの声をしていると思いますが、はい、そんなお腹を抜けて背面戦、お腹は白くて綺麗な色をしているのがお分かりだと思います。コンビネでご挨拶を披露してくれました。さあ、本日も、はい、実はバンドイルカたち、コンビ動物の基礎で私たちと同じく、なんとポケットもついているんです。スタッチとカボスにお客様の近くに来てもらいましょう。この可愛らしい姿にぜひ見てあげてください。はい、お腹の中心やや後ろ側、ほとんど小さい鼻がいります。これがおへそになるんですね。はい、また頭のてっぺんには呼吸をするための鼻の中に当たる呼吸孔と呼ばれる穴も開いています。さあ、メンバーたち、体がほぐれたところで、まずはボートを使ったパフォーマンスからご覧いただきましょう。さあ、海に投げられました青いボートにご注目ください。まずはシロス、はい、イルカ流のサーフィンを披露してくれています。さあ、続いてはシロス、はい、豪快に波しぶき上げて、自分が作った波でサーフィンを楽しんでいるようです。最後はしっかりとトレーナーのところに返してくれました。続いては大きな輪っかに挑戦してもらいましょう。はい、大きな穴が開きました輪っか、先ほどのようにシャドウを蹴ることはできません。そこで、さあ、どのようなパフォーマンスを披露してくれるでしょうか。よしょ、今度は藤崎に引っ掛けてくるくるの器用にイルカ流のグラフープです。さあ、器用に運んできて、はい、それにご注目いただきたいと思います。ストラスをもう少し、よいしょと、はい、伸び上がってしっかりと手元まで返してくれるんです。おっと、スラッチは落としちゃったようですが、はい、しっかりともう一度届けてくれるようです。よいしょと、しっかりとトレーラーのところに届けてくれました。さあ、ここからはトレーナーも他の人間と出かけていきます。しばらくの間、ゆったりとした暗いパフォーマンスでお楽しみいただきたいと思います。Try not to hurt you, yeah, try, but I
guess that's why they say it.